コンプソグナトゥスカは、コエルロサウルス類に属する小型の肉食恐竜のトガである。全般的に保守的な形態であり、ジュラキから白アキにかけて生息していた。四族では、骨格の周辺に、羽毛、皮膚の印象が発見されている。ジュラベナトル、シノサウロプテリクス、シノカリオプテリクスでは単純で、原始的な羽毛の痕跡が見つかっている一方、ジュラベナトルと、 コンプソグナトゥスでは、オットに、ウロコの痕跡が見つかっている。コエルロサウルス類における、コンプソグナトゥス科の位置は、不明確である。最も規定的な位置に置かれることも、ある一方で、マニラプトル類とされる場合もある。かつてコンプソグナトゥスはティラノサウルス上下と関連があると睨まれたほか、現在では、ミリスキアがティラノサウルス上下であるとする研究もある。二千三年に、 オリバー・ラウフトは、コエルルスカを、コエルルス、コンプソグナトゥス、チノサウロプテリクス及び未命名のコンプソグナトゥスに似た、種と命名されたを含むものとして、再定義した。しかし、この分類は普及していない。2005年にポール・セレノはたとえコエルルスや、オルニトレステスが、コンプソグナトゥスと、同じトガに属するとしてもトガの名前としては、コンプソグナトゥスカが優先されるべき名前であると、 指摘している。ありがとうございます。